コーナーの具合がわからないのにコーナーしかない。アウトレット、はい、右軽井沢駅ですね。うわすげえ、妙義山。はい、じゃあここから薄い峠ですね。うわー、ゆっくり行きましょう。私のいい道ランキング不動の1位、薄い峠。お、なんだ、事故？通れますか？あ、ちょっと待ってください。あ、はい、どうも。すげえ物々しいんだけど。何事？何事だったんだ。うわ、夜の薄い峠走るのちょっと怖いね。コーナーの具合がわからないのにコーナーしかない。おお、まぶしい。夜の薄い峠真っ暗だな。もう運転にとにかく集中しないと先がわかんねえ。道を覚えてるほど走ってないからね、私。大好きだけど。昼間が走りやすかったかが分かる。こんななんだね、薄い峠。真っ暗だ、真っ暗だし、コーナーの先が見えない。夜来れてよかったな。うん、路面濡れてるわ。びしょびしょってわけじゃない。昼間降った雨が乾いてないって感じ。お、これメガネ橋。メガネ橋。ほい。いちいちハイビームにしないと先の状況がわかんねえ。でも楽しい、やっぱりこの道は楽しい。カーブ43。コーナーしかないのにテンポがいいんですよね。うい、楽しい。楽しくなっちゃってちょっと調子に乗ってしまう。ゆっくり行こう、ゆっくり。観光観光。うふうふ。
が見えねえロービームだと先が見えねえ。薄い峠の数少ない直線。車来たよ後ろから。どっかで現れた。早い早い行こうと思って自分のラインが崩れてるからやめよう。早いわあの人。もうあんなとこにいるもん86だか BRZ だかわかんねえけど、道が分かってる走り方だった。私は道が分かんねえ、ただ楽しんでるだけ。ほいほい、面白い道、面白い道だけど夜はデンジャラスだね。ほい、しっかり道を覚えてる人ならもっと楽しいだろうな。キツネがいたまたキツネがいた。そっか、動物注意だね。お、ここのコーナーほい。薄い峠は昼間に来る道だね。暗くなると難易度がガツンと上がるわ。同じ道を往復しようと思ったけど今度逆走だと下りだからね。緩いけど今ずっと登り続けてるんですよ。だから割と楽しんでるけど、反対方向からだと下りだからね。ここをまた行って戻ってくるより行ったら薄いバイパスで帰った方が早いんですよ。薄いバイパスから帰ろう。すんげえわ、さすがいい道ランキング第1位。結構こうぐわっと回り込むコーナーが多いんだよね意外と。マジ楽しい。いや、不動の1位だな。やっぱりここより楽しい道ってなかなかねえよな。
これで薄い峠終わり。いや真っ暗だもんね。私は今長野県にいるけどバイクは群馬県にある。よし、じゃあ薄いバイパス行こう。よっしょ、いや楽しかった。Go。 ちょっとだけ長野県走ります。ただいまの時刻17時36分ホテル到着18時17分予定。お、この左側のやつって軽井沢のアウトレットモールじゃない？おお、アウトレット。はい、右軽井沢駅ですね。へえ、こっち側こんななってるんだ。そしてこれを左、みんな左行く。左。広いんだねここ。Go。 これを左。ほい、26.2キロ道なりでゴール。はい、じゃあこの駐車場から薄い峠、薄いバイパスかスタート。薄いバイパスも夜走るのって初めてだな。はい、これで一番上まで来ました。ただいま群馬県安中市。いいペースで流れるんだね。いや、今日もあっという間だったな。朝8時過ぎから走ってるはずなんだけど、あっという間だわ。いや、ほんといいペースで流れる。こんななんだね、夜。詰まったわそういうこと言うと詰まるよね。お、上高速だわ。高速カメラ撮れてんのかな、これ上をトラックが通ってます。淡々とひたすら走っております。薄いバイパス。お、これさっき上を右から左に行きました。で、旧薄い峠から戻ってくるとこの左から出てくる。ガソリン入れよっかな。よっしょい、けい。じゃあホテル入りましょう。お、ここの交差点まで戻ってきた。右に行くと妙義ですね。これさっき右から出てきました。おお、右に夜景。夜景動画のカメラでうまく撮れないんだよね。少しで宿ですね。あとでこの左手のセブンイレブンにご飯を買いに来る。
で、ここでーす。ほいーよっ。ここ第二駐車場ん、ここじゃなくなったってことなんだね。ここかい。ただいまの時刻18時20分です。2日目終了でございます。おはようございます。今日が11月1日月曜日です。3日目最終日ですね。少し移動しましょう。よっ。じゃあここで、ここが泊まったホテルと同じ経営っぽいんで、この駐車場で今日のルートの説明をします。今日はですね、ツーリングというかジオスポット巡りです。走ってるシーンが少ないはずです。今日行くジオスポットがですね、下仁田ジオパークっていうところを巡ります。そんなにたくさんは回らないんですけどね。まず下仁田町役場ですね。町役場に用事があるんじゃなくて、あの引っ越しするとかじゃなくて、そこからの景色ですね、それを見に行きます。その次が下仁田町自然史館。ここでいろいろ説明がされているので、その展示を見に行こうと思います。その次がアトクラクリッペの滑り面ですね、ジオスポットです。でその次が宮室の逆転層。その次が、このリストには書いてないんですけど、大桑原の終局構造だったっけな。その次が河合の断層。ここが中央構造線が群馬でも見れるので、そこに行きます。それで今日は自宅へ向けて帰りたいと思います。 OK、 フィット。いやー、いい朝だ。朝じゃないんですけどね、ただいまの時刻9時48分。すっごいゆっくりスタート。なんで遅い時間からスタートしてるかっていうと、2番目に行く下仁田町自然史館が9時開館なので、まあ、早く行ってもしょうがないということでゆっくりスタートしました。じゃあこれを左ですね。左、はい。うわすげえ、妙義山、妙義方面行きます。じゃあ左、すぐ右、右、迫ってる、山が迫ってる、台って書いてある、あの台って書いてあるのは何なんだろうな、山の中腹ぐらいに漢字で台って書いてあります。昨晩の宿はね、なかなか個性的でしたね。ビジネスホテルっていう名前なんだけど、民宿だと思った方がいいですね。まず入り口を入ったらフロントに誰もいないんですよ。でカウンターの上に、ご用の方は左の壁にあるインターホンを押してくださいって書いてあったんですよ。で壁にあるインターホンの場所を見ると、インターホンがメモで隠されていて、でここの電話番号に電話してくださいって書いてあるんですよ。で電話は下に置いてあるものを使ってくださいって書いてあるんですね。で下にコードレスの電話みたいなのが置いてあるんで、そこでピッピッピッってダイヤルして、で電話をかけるとすぐ隣にあるドアからご主人が出てきて、いらっしゃいませって言って、すぐ出てきたから多分すぐそばにいたんだと思いますけどね。
でね、雰囲気がかなり独特ですね。なんで独特なんだろうなってしばらく考えて見回してたら、あの注意書きとか案内とかが全部手書きで紙で貼ってあるんですよ。それがブワーっていろんなところに文字がザーっていろんなところに書いてあって、あ、こういう感じねみたいな。であと入り口入ってすぐのところで靴をスリッパに履き替えるタイプでした。でスリッパが部屋番号のものを使ってくださいって書いてあって、部屋番号のすぐ上に置いてあるスリッパを使うんじゃなくて、部屋番号が書いてある下の棚に置いてあるスリッパを使うっていう方式だったんですね。部屋番号から遠い方のスリッパを取らなきゃいけないっていうね。そこでまず部屋番号に近い方のスリッパを取ったら、それを見てたらしくて、それじゃなくて下のものですって注意されたっていうか、教えてもらって、あ、はいって言って、その時点で私はん、この宿はルールが厳しそうだなって少し警戒したんですけど、あ、この道走ったことある気がするね。これ左行けないで、スリッパに履き替えて、で自分が履いてきたブーツは下駄箱に入れて、で部屋が2階だったんですけど、階段上がって2階の方行ったら、まず Wi-Fi の案内が手書きで書いてあるんですね。でパスワードはこれですって言って、あのデフォルトのパスワードっていうかね、すっごいランダムのアルファベットのやつ、それが手書きで書いてあって、であと他のお客様のご迷惑になりますので、午後9時以降は静かにしてくださいって書いてあって、あ、なんかやっぱりルールが結構厳しめなんだなと。まあ、あの昨日日曜の夜だったんでね、泊まってる人っていうのは、私含めて3組くらいだったのかな。で宿の中がすっごい静かなんですよ。おそらくみんながみんなを気を使って静かにしてたんだと思うんですけど、部屋の中にいてもね、結構廊下の音とか他の人が何してるかみたいな音が聞こえてくるんですけど、部屋の椅子を動かすときとかさ、なんかこうちょっと大きめの音がすることをするときとかも、あの静かにやるみたいなね。コンビニ行って夕飯買ってきたんですけど、缶ビールとかを置くときもさ、ガンって置くんじゃなくて、そって置くみたいなさすごく気を使っちゃった。すごく心配りというか気を使ってくれる宿だったから、こっちもなんか気を使わなくちゃいけないような雰囲気になっちゃうというかね。正直あんまりね、気は休まらなかった。私の気にしすぎなのかもしれないけど、うん、気は休まらなかったですね。どこか少し緊張しながら過ごしました。で今朝朝食ですね、朝食はこんな感じでしたね。そんなに量は多くなかった、量は多くなかったんだけど、ご飯がね、お椀が小さいものと丼が用意されてて、まあ私は丼使ったんですけど、いっぱい食べるんでね、そういう気配りもあるんですよね。でも唯一すごく気になって、いやこれはどうなんだろうなって思うところがあって、その朝食を食べてる時に宿のご主人がね、私から3メートルぐらい離れたところをずっとうろうろしてるんですよ。多分ね、私が何かを声かけた時にすぐ対応できるようにとか、そういうことなのかもしれないけど、やっぱり気は休まらなかったですね。ゆっくり食事できなかった。で食べ終わってごちそうさまでしたって席を立った瞬間、ご主人が片付けに来てみたいな。気配りとか心遣いでこっちが圧倒されちゃうっていうかね、気を使っちゃう感じでした。アメニティ類はね、必要最低限が揃ってる感じでしたね。下仁田タウン来ました。でも値段が5900円だったかな、安いし、ただ寝る分には十分だと思いますよ。料金が前払い、まあ私は楽天トラベルで事前決済だったんですけど、前払い式で、でチェックアウトが鍵置いて出るだけっていう、そういう方式だったので、薄い峠がすごく近いし、遠くから来て薄い峠で朝活朝練したい方、あの宿どうでしょうか。表の国道から少し離れてるから夜はすごく静かでした。で今はですね、妙義山の東側を走っています。せっかくだから妙義山のぐにゃぐにゃすごい道行こうかなと思ったんですけど、妙義のあの峠道ね、
結構体力使うんですよね。傾斜がすごいっていうのとダダダダがいっぱいあるっていうのでね、うん、朝一にはちょっと厳しいかなと思ったんで、まあ、今回もともと結果になかったっていうのもあって出発直前まで悩みましたけどね。抜ける方向としては妙義山の中を進んでもここを進んでも大体同じところに出るんですよ。でもそっちを取ると30分くらい遅くなっちゃう、まあ、時間はいいんですけど、その体力使うなっていうのがあったし、まあ、今日は1日ジオスポット巡りって決めていたので、うん、また今度にします。ただいまの気温が 15.5 度、うん、もうメッシュグローブだしジャケットのベンチも開けてるし、これを左、これを左、はい、おはようございます。群馬県警ペースカーやってるおー下仁田の景色のどかでいいね。西上州山彦街道らしいです。バイクイエー下仁田ネギ、あネギが有名なのかな。国道254号、お経由地あと2キロ。